強くやれたぞ。イエーイ。リハックで高橋さんに追及されてしどろもろとしとったんですよ。で、僕それを見ておかしいなと思ったんですよ。これ嘘ついてる人間の顔やな、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 嘘ついてる人間の顔やな。だから川上さんも勝っていいじゃん。ああ勝った勝った、もういいでしょ。もう僕あなたと喋っててもバカと喋ってても時間の無駄ってめっちゃわかるのよ。あのね、3億5000万をあの自分の、いやちょっと待って、3億5000万の話するんだったらもうやめる。どっちやる？あ、やります。じゃあ帰ります、はい、ありがとうございました。川上さん、もういいさすがに。川上さん、ちょっと、もういいって、もう、だってこんなの書いてるじゃん。なんて書いてんのよ。ほんなら貸付金ですよね。貸付金でガヤシに貸したって言うてるやんか。そんなの言ってるわけですよね。よし、逆転やで、一気に走れ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 。で、実際の、あの、実際の帳簿には3億5000万。だこの人の質問が気持ち悪いんですよ、普通に。申し訳ないけど、あれビビビビビってやるからで、その なんでその 3.5 億の話が、はい、そうね、無理やり追いかけて、お前お前ってお前答えろって言ってるのと一緒じゃないですか。その滝川さんは答えろって言ってないか。気持ち悪い顔してる、怖い怖い、こんな顔があるの怖い、逃げさせてほしい。いや、っていうのはこういう姿をね、逃げさせてほしい、世の中に見てもらうっていうのが今日の目的だったんで。軟禁状態、うわっ、はい、で一回一回、いやもう、もうちょっと勘弁して。滝川さん、で一回、あ、立花さん今日あのめまいで体調も悪いから、うん、その 3.5 億だけが質問だったらもう僕の負けです、逃げます、帰ります、川上さんの歌詞です、川上さんウィーンで終わりでいいじゃないですか。はい、じゃあ8000万についてはどうですか。8000万については僕は答えません、はい、そこバカバカしくて聞いていられないわ。ウケる、はい、大島そのぶでございます、よろしくお願いいたします。ということで、今回は本日10月31日告示日となっております。兵庫県知事選挙ですね。はい。もう話題にするのは本当バカバカしい。腹立たしいんですけども。この兵庫県知事選に当選する気は一切なし。むしろ、それどころか、票を投じるなと言っているボンクラ候補者がいるということでね、まあ話題にしてやりますよ。はい。デイリーの記事です。タイトルが、立花隆氏涙流し、僕には票を入れないでください。兵庫県知事選第一声で陳演説、支援する斉藤元信氏の後に同じ場所で、なんで同じ場所なんですかね、よくわかりませんけども。だからそういったあれでしょ、その斉藤候補の後になることによって、斉藤候補の支持者も取り込んで、なんか派手にやってるように見せかけるのと、あわよくば、その支持者の票も欲しいと、ゆくゆくね。というね、こすい考えというのが、まあ、見えるわけですけども。まあ、ちょっと読みましょうか。パワハラなどの、件で、県議会の、不信任決議を受けた、前兵庫県知事の斉藤元信氏の失職に伴う県知事選が31日告示され、11月17日に投開票に向けた17日間の選挙戦が始まったと。斉藤氏のサポートするという目的で選挙戦に名乗りを上げた。もうこれ時点で正直意味わかんないんですよね、僕からしたら。全くもって意味がわかりません。サポートするために立候補って意味わかります、皆さん。って言うとね、バカにはわかんないとか言うんでしょうけど、バカかと。いや、そもそもお前らバカだもんよと。本来の選挙のあるべき姿、お前らわかってんのかと。ふざけんなバカだねって話なんですけど。まあ続きを見ましょうか。
立花隆57歳児は、神戸市中央区の街行く人々の前で真実の追求などを訴えた。お前が真実を語るなボケ、何が真実だボケ、嘘しか語れねえペテン師が終わらせんなもんだろ。もうこういうこと言うとあれかな、広告剥がされちゃうのかな。まあいいや。立花氏は第一声に選んだのは斉藤氏と同じ場所だった。演説後に選挙カーに乗って移動する斉藤氏を手を振って見送る一番を見られて気持ち悪いわ気持ち悪いわ権力の犬がまあいいや。斉藤さんが行く場所の後をつけていきます。ああね、お前、斉藤候補にまで捕まったりすんの。ね、大津さんだけでなく、斉藤候補にまで捕まったりするんだ。気持ち悪い。あ、なに、ハーハー言いながら捕まったものね。ね、斉藤さんにまで。趣味悪いな、お前。とあくまで斉藤氏のサポート姿勢を強く強調した。演説、まあいいや、これはいいや。まあ、最後に、立花隆以外に入れてください。いや、俺に票を入れるな、ということをね、言ったと。本来のあるべき選挙の姿を、全くもって、行うことができない。クズです。どうしようもないですね。こういうね、ことをするから、勘違いした。人間がね、ただ承認欲求を満たしたいだけの人間が、ね、選挙を利用してしょうもないことするわけでしょ。もう勘弁してくれなんだよ。有権者がしてみたらもうお腹いっぱいだよ。お前を筆頭に本当にサポートするんだったら応援ですよ、何でもしてやるやなあ。ストーカーのごとく、付きまといをするんじゃなくて、一緒に選挙カー乗るなり、YouTube でコラボするなり、応援してやれよ、お前。そういう形で、ちゃんと。正当な形で応援してやれよ。ただ、てめえの承認欲求満たしただけだろうが。え？逆張りして。逆張り迷惑系 YouTuber だけだろう、お前ただろう。舐めんな、バカ野郎。まあいいわ。まあ、こうやって立花がね、応援することによって、おそらく斉藤候補は、借りるだけなんでしょう。落選することでしょう、きっとね。はい。残念ですね。かわいそうに。って感じですね。はい。本当に応援する気があるんだったら、な。こんなことするな。選挙で遊ぶな。お前の承認欲求を満たすために、兵庫県知事選挙があるわけじゃねえんだよ。え？そもそもお前10人立候補させるって話どこ行ったんだ、バカ野郎。できもしねえことを、な。言うんじゃねえよ。だからお前は詐欺師だ、ペテン師だって言われるんだよ。俺からな。まあ、10人立候補なんかさせられるわけがないと思ってましたよ。最初からね。もう話題にはしてませんでしたけど。話題にすることすら本来はバカバカしいんですよ。ね。ただ、本当に多くの方からね、話題にしてくださいっていうね、情報提供もいただくんでね。こうやってネタにはしてますけども。本当にバカバカしい。まあそんな感じであります。はい。もうどうでもいいです。この件に関して。まあ一応ね、情報提供いただいたっていうことと、あとはね、まあオープニング、結構長かったんで、この辺でいいでしょうという形で終わらせていただこうというふうに思います。皆さんはどのように思うでしょうか？コメント欄の方にコメントください。よろしくお願いいたします。以上です。